フォードゲーム作品カテゴリー、大型筐体ゲームカテゴリー、エレメカ体力測定ゲーム体力測定ゲームとは、ゲームセンター等にある遊具の一種で、筐体に設置された測定器に刺激を与えることで、プレイヤーの握力や背筋力を測定する、業務用ゲーム機。体力測定ゲームの歴史は古く、少なくとも19世紀末のアメリカでは、その存在が確認されている。 1900年頃のアメリカの遊戯場では握力を測定する遊戯用器具が設置されていた。その後、遊戯器具に背筋力を計測できるものが搭載され、日本へは戦後の1950年代にデパート屋ー上で展開されていたスポーツランドで設置が確認されている。1990年代にはバッティングセンターに併設されている。 小さなゲームコーナーを中心にその姿を確認できた。ほか、近年では筐体そのものを小型化したものが主流となっており、アミューズメント施設やボーリング場でも見かけられるようになった。プレイヤーは所定の代金を投入後、ゲームの進行指示に従って、筐体に設置されている測定器具を握るまたは持ち上げる等の動作を行う。 測定器具に一定の刺激を与えることで、その際に発生する握力や背筋力のスコアが表示される。プレイヤーの測定スコアに対しては、ランク付けや音声による評論が行われる場合がある。ほか、測定結果が用紙に印刷されるものなどが存在する。高記録を出した場合には、他のプレイヤーが残した記録とともに、上位数人分の記録が、 デモ画面でランダムに表示されている。体力測定ゲームの筐体内には、文部科学省が公表している、全国体力テストの年齢別平均値を参考にした指標が必ず貼られているため、プレイヤーの記録の相対的な位置を知ることができる。ここでは、日本のゲームセンターで見かける体力測定ゲームの種類について取り上げる。握力のみを測定できる遊戯器具は、 背筋力を測定できるものに比べ、小型化された機械を使用している。かつての握力測定ゲームの主流であった、握力測定器は、オルゴールが鳴っている間にグリップを握り、その測定値が表示されるというシンプルなものであった。近年では、RS より握力をデジタル測定することのできる、ザ・握力が発売されている。このゲームは当初、 プレイヤーの測定結果に応じて強さの評価がランプで点灯するというものであった。その後、2006年にモデルチェンジを行い、筐体内にモニターを加え、ゲームの進行手順をアニメーション化したほか、測定結果を印刷する機能も加わった。このタイプでは、筐体上部に男性と女性の年齢別平均値が折れ線グラフで表示されている。2010年には、 大型化したザ・握力2が登場した。握力測定の遊び方プレイヤーは筐体に付属している握力系を人差し指の台に関節がほぼ直角になるように握る。ゲームによってはこの時に握り幅を調節できる握力系のものもある。所定の代金を投入後、ゲームモードを選択し、立位でケーキが体や衣服に触れないようにし、 ゲーム終了の合図があるまで握り続ける。合図が出た後、測定された数値が正面のパネルに表示される。ゲームセンターで握力と背筋力を測定できる装置は長らくの間、大型の筐体を使用していた。この大型筐体は90年代に入ると徐々にその姿を減らしていったが、2000年頃からは小型化して登場した赤い筐体の 体力測定が登場し、その後はこのタイプが主流となった。この筐体では当初、プレイ終了後に、プレイヤーの測定値が専用のロール紙に印刷されていた。しかし2005年に、トラスより印刷機能のついていない体力測定が登場し普及したことで、現在では印刷可能なタイプの体力測定は、ほとんど見られなくなった。2006年3月末には、 体力測定の基本システムを踏襲しつつ、プロレスラー小川直也が監修し、ゲーム上でプレイヤーの測定結果に対して音声でアドバイスを行う小川直也のマッスルジャッジメントがアトラスから発売された。背筋力測定の遊び方プレイヤーはあらかじめ安定した靴を履いた状態で台の上の足型が印刷された位置に足型に合わせる形で立つ。 所定の代金を投入し、手順に従い、ゲームモードを選択し、無理のない体勢で、測定器のグリップを順手で握り、徐々に力を入れながら、髪型に引き始める。計測終了の合図が出た後、測定された数値が正面のパネルに表示される。ゲームセンターにある体力測定ゲームをプレイするに、あたり、以下の点で注意が必要となる。ありがとうございます。